人類はアフリカで生まれたものですが旧石器時代には、えー、アジアのほとんどの地域に人類が広がりモンゴロイドというアジアジの民族が登場いたします。その時代は今のような領土といいますか国境はなく大変自由で広範な文化交流がなされる段階であったというふうに、まあ、文化交流史的には位置づけることができます。 それに続きまして新石器時代、えー、農業牧畜を始めるというが始まりますと、えー、こういうようなあり方が一変をいたします。えー、社会の、まあえー、生産力あるいはまあ人口などはこの段階で大変多くなるのですがこの段階で多数の地域的な文化 地域的な社会といいうものが成立をしていきますその地域の中では大変濃密な文化交流がなされるのですが地域を超えた文化交流は、えー、ある程度はあるのですがそれまでに比べると弱まっていくというそういうふうな段階が人類史の中でございます。